A オートは株式会社ユニリタが開発発売しているコンピュータシステム用の運用管理ソフトウェアの一つでありジョブ管理システムである A オートの歴史は古く富士写真フィルムが1975年に社内用に開発したオートに橋を発する1977年7月に販売開始された1984年には 帳表管理システムのエースプールも販売開始された。社名が BSP となったのは1987年である。AO とは当初はメインフレーム版のみであったが、1993年にはユニックス版、1996年には Windows、NT 版が追加され、マルチプラットフォーム対応となった。複数のプラットフォーム間を含めた各種連携を行えることが特徴である。 2013年10月現在の最新のバージョンは8である。複数業務処理の同時監視という負担増の問題に対しては自動オペレーションシステムを開発して対応した。約1年間の調査、研究段階を経て昭和50年8月開発プロジェクトがスタートし完成後全面的に大音に移行した。その後、実際の業務に適応しながらシステムの改め量に ストーム目、昭和52年7月、A オートが完成した。における、使用例遠隔株式会社、BSP。ありがとうございます。